お、ヤッホー。皆さん、ヤッホー。んばんは。ね、みんな見てください。いくよ。明るさ変わってますよね。すごくない？なんかね、美肌機能みたいなのができて、押したら滑らかさと明るさが調整できるようになっちゃう。すごくね、めっちゃ。ほら、暗い、明るい。ちょうどいい、真ん中がこれ。すごすぎん？やっぱ、まあすごいっすね。何も変えませんが。いや、前は美肌だけあったんよ。なんか美肌オンみたいな、美肌オンオフみたいなのだけあったんやけど、でここの画面上にはなかったんすよ。設定のところでしかできんくて。でも今ね、いや、見たら、そう、明るさとか滑らかさとかなかった。すげえ感動。みんな、こんばんは。今日は何してましたか？皆さん、今日は何してましたか？これ以上美肌になったらな、夢かと。いや、マジで肌荒れまんやからな。すぐ体調とかが肌に出るから。肌弱いし。わあ、みんな仕事。おつですね。おつっすね、みんな。ミカノは今日はお休みでした。ここ最近ね、ずっとめっちゃ早起きやったから、睡眠時間が全然なかったから、それを普段のその反発でか、さっき死ぬほど寝た。今日も朝、まあまあ早起きっていうか、目覚ましで起きてね、その反動で夕方めっちゃ寝た。4時間くらいだから今めっちゃ寝起き。メイクしたまんま寝たからちょっとやばいわ。もうめっちゃ寝たんやけど、多分明日めっちゃ早起きやから分からんけど、今日夜寝れんから多分一睡もせずに明日は行くかな。そんな気がする。できても数十分しかねんな、多分。分からんけど、夕方とか寝たらね、ミカの夜全然寝れんくて、寝るの5時とかになるから、寝ません、きっと寝れません。寝ようとしても寝れんくない？夕方寝たら睡魔が来んから寝れない。
なんかいいよね、寝ようと思って寝れる人いいよね。めっちゃ顔寝起きじゃない？暗い？あ、暗くして明るさ変わらんかった。暗い？これでいい？ちょっとそう、節電節電しようと思って。よし、これでいいわ。そう、あのね、昨日ツイートして、さっきもブログ上がったよねに書いたんですけど、なんとウィゴーさんでと NMB でコラボのT シャツをね、発売させていただきますよ。拍手。今手のひらと膝で拍手してます。拍手、拍手じゃないな。じゃあ、なんかオンラインショップではその5月31日の10時から、朝10時かららしいです。いやマジで嬉しい。あのね、あやかさんとレイさんとココナさんと新沢とわしです。そう、みかなちゃんが通ってたであろう天神コアでも販売されるらしいよね。そうなんよ、ウィゴーさんね、めっちゃそう、天神コアのウィゴーさんめっちゃ行っとったあの天神コアのウィゴーさんめっちゃ広いんよ。1階、その階の半分くらい占めてない？めっちゃ広くてめっちゃ行っとった。そこでもね出るらしくて、マジで嬉しいです。聖地やから、ミカダの聖地天神コアな。山口から遠くない？まあでもそうやな。でも広島と福岡はよく行っとった。そのデザインした T シャツはね、2種類あって、メンバーの写真、5人がこうやってハートで、ハートをね、ちょっと今片手なんですけど、こうやって作って目つぶって寝ている写真がモノクロになっているのが黒と白でね、それはねサイズがあのフリーなんかな、だからあの男女ともに着れるっていうのを
意識してデザインした。から男性の方も着れますよ。でもう一つはピンクと白でちょっとね可愛い感じの、それはサイズが多分レディースやから女の子に着てほしいやつですね。結構ね、あの形とか丈とかもいっぱい話して考えたから、男もピンク着てやんけ。いやまあそれはそうやと思う。やからみかんレディースって書きたくなかった、書きたく言いたくなかったレディースっていうのは言いたくなかったけど、そう入る服そのサイズで入るなら全然男性も着てください。可愛いよねピンクを男性が着るのは。アンチュさんと話したことある？あるよあるよ。あと私会が6月9日9日 9? 9日に心斎橋の美豪さんであるんで、なんか定員300名やった気がするけど、そうでもみんな来てくれると嬉しいっす。心斎橋のウィゴーさんもねよく行くから嬉しい。いやマジであれなんよ、中学生とかの時からウィゴーさんの服とかめっちゃ買っとって大好きやから、マジで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 嬉しい。決まった瞬間とりあえずお姉ちゃんに連絡した。いやーマジで嬉しい嬉しい嬉しい。みんなお願いします。なんかそのね自分たちがデザインした T シャツを握手会とかで着てくれる人がおるんかなと思うとワクワクするねするね。いやマジでありがとうございますみんな様。とりあえずその2種類が2色ずつあるからまあ4種類ってことで3000円なんで2900何倍っけ、まあ3000円くらいなんで12000円用意しててください
5月31日までに12,000円用意しててください。お願いします。生々しい話やけどなお願いします。よくそこまでいったいやお願いします。お願いしますっていうのはその強制的なお願いしますじゃなくて、どうかよろしくお願いしますの方の頼みの方の、いやなんていうの、ちょっと難しいな、してくれると嬉しいなっていう方のお願いしますなので、無理はなさらずでもしてくれると嬉しいですね。お願いします。どうか、やばい、手持ちは疲れるな、携帯疲れる疲れる疲れる、オンラインでも買えますよ。疲れる、目がドライアイ、めっちゃ WeGo って全店で売ってる、え、なんかあのサイトのところに書いてた、全店ではないと思うけど結構いろんなとこで、まあ公式サイトに書いてあったんで見てほしいです。お願いします。ミカニャン佐々木のお嫁さんに似てないですよ。でもたまに言われるけど、もうマジで恐縮すぎ。手が疲れた。誰かに似てるって言われるの嬉しい。え、嬉しい嬉しい。え、だって基本なんかあのあれ嬉しい、自分より全然もうなんかもうはるかに美人な方に言われることが結構あるから嬉しいというか、まあでも申し訳ないさもあるね。初見です。あざっす。
最近おったりようなと会ってますか？最近は善悪であったね。そう、善悪の日にツイートした2枚目の写真は大谷撮影ですよ。リップがナチュラル、マジでつけようかな。いや、ナチュラルの方がいいってことやろうけど、ちょっとつけようかな。ごめんやわ。アノーンは公園であった。おととい？昨日？どっち？昨日？あれ昨日？あれ昨日何しとったっけ？あ、違う、おとといか。おとといの公園で。ねえ、もうどうやって飽きよう。いいわ、諦める。昨日はマリリソンの生誕か。いや、めっちゃ出たかったって、めっちゃ悔しい。なんかめっちゃ出たかった。てかさ、研究生公演さ、マリリソンと一緒に出たかったんよな。悔しいな。二十歳らしいわ、マリリソは。ジャングルレディを聞いた、ありがとう。ジャンレディ好き。マリリンとチューできるようになった。いや、無理無理すぎ、それはマジで無理。マリリンとは多分ハグも無理やな。手つなぐので限界。頑張って手つなぐ。うん。肩とかも多分触れん。手つなぐのもめっちゃ緊張する。緊張とかじゃなくて、なんか無理。ごめんね、愛してる、いい曲やったね。いいよね。いいよね、よく言いとる。いや、マリリンは本当にもうなんか友達すぎて、なんかメンバーとかの意識じゃなくて友達みたいな。男と男の友達みたいな感じ。あんまね、メンバーって感じがせん。しおりんはそれはまあご想像にお任せします。ハーサちゃんとはどんな関係？ハーサは何やろ？ハーサは、めっちゃ同期？わからん。それはちょっとわからんな。でもめっちゃ仲良くなった、初めより。面白い関係やと思うわ、ハーサとは。知らんけど面白いわ。初めは
そうね、仲良くなったよハーサとは。割と何でも話せるかも。ああ。めっちゃ寝起きの脳みそやわ。でもさっきまであれ、いや今何時？え？いやミカの結構前に起きたんやな。いやミカのあれや、違う、公園見たんよ DMM で。あ、もう9時？ミカの公園見せ。そうやめかな、公演ちゃんと全部見たよ今日 DMM でさっき18時半に起きとるやん。なのにめっちゃやっぱその記憶なかったわ今、なんかさっき起きた感覚やったいや夢じゃない、めっちゃ見たもん。いやミカの公園見た何も思んないわってな、何もやば頭おかしいそう公園見たんよミカは。いや公園見たよ、なのにミカはさっき起きたんよ配信する直前に起きたどっち、ああ面白くねえ、あ何も思んないな、あえ違う、ちゃんと見たんよ公演は。だって MC の内容まで覚えとるもん。なんかあれやろ、アンチュさんが明日世界が終わるなら最後に何がしたいかみたいな、でしおりがなんかハマってることどうちゃらみたいな、言っとったよな。そうそうちゃんと見たんよそうちゃんと見た。あれ月の形でかっけえなとか思いながら、そうやからちゃんと見た。そうそう、でもいやもう頭おかしいからやめようこの話いやめましょう。いや、うん、でも脳みそが多分全然起きてないから、なんかそうなんか感覚、時間の感覚がおかしくて、さっきだって今めっちゃ寝起きの感覚、もうやめよう話、この話やめよう、はい終わり、みんななんか話そう。なんか話そう、はあ、疲れた。めっちゃリップ塗りたいけど開けれんのよな片手で、危ないしな。
はこれ、なんちゃらこうちゃら、マスアカツバサさんのやつ。よし、そう、キャンディードール、そう、こっちの方がいいかな。コスメってどんどん増えていかない。え、化粧道具めっちゃ捨てる、めっちゃすぐ捨てちゃう。なんか使わんなと思ったら捨てる。てかそもそもあれやな、必要最低限買わんから。てか必要なものも買わん買えよって。だって最近やっと、数ヶ月前にやっとハイライトとシェーディングとか買った。必要なものは買えってな、人にね借りたり、最低な行為を。そう、ものすぐ捨てちゃうんよ。いや捨てんけどな、捨てん、あの必要なものは捨てんけど、いらんって思ったら。でも劇場に送られてきたプレゼントとかは捨てれない。あの服とかは捨ててない全然。あ、そういうアピールとかじゃなくてマジで。手紙とか読んでる。読んどるよ、めっちゃ。生活用品を送るのが一番いいという結論。いや、なんか最近ね、あれ、うん、マスクとか、何やっけ、ジッパーとか来て、え、マジで嬉しいと思って、マジでもう助かる。マスクとかさ、あれやん、意外とするやん、するっていうか、なんか別に数百円やけど、その出費が重なるとやっぱそう。だからジップロック、そうやん、それそれ。いや本当にね、助かるわ。
送るね。本当ですか、嬉しい。今日寒ない、今日暑ない。でもあれやな、気温は最近にしては低いよな今日。肌荒れが、今日暑いよね。なんかあの雨の日の暑さが一番嫌い。そう、ジメジメするやつほんと嫌。なんかまだ5月でこの暑さやと思うと怖くないですか？どうなるんやろ8月とか 7月らへん。怖くない？40度くらいいくやろ、殺す気やん。寒い方が嫌じゃない？ミカの暑い方が嫌。なんかさ、でもめっちゃ暑い時とめっちゃ寒い時で外に なんやら、なんかどっちの方が長く折れるかって考えたら暑い方が耐えれるけど、寒いのはマジで長時間耐えるのはきついけど、どっちのなんかなんていうの、なんかうん、そうやな、わかる？なんか長時間耐えろって言われてきついのは寒い方がきつくない？だってあの B2 のねアップデートの撮影の時とかマジで寒すぎて、もうなんかもうなんか精神参るかと思った。けど暑すぎて精神参りそうになるのは思ったことないかな。人より暑いっていう感覚が欠落しとるっていうのもあると思うけど、いやもうマジであん時、いやもう本当にね、アップデートの MV はやばかったわ。そう、ミカナ体温めっちゃ低いんよ、平熱が35度くらいやから、でも寒いより暑い方が嫌い。低温動物。低温動物。みんな明日は何しますか？
みんな仕事か。公園見に来るん？マジで？みんな仕事頑張って。なんかさ、今日さ、今日やっけ、今日か、なんかクソみたいなモバイルメールを送っちゃってさ、なんかみんな仕事とか学校とかで多分いろいろあると思うのに、疲れとると思うのに、こんなクソみたいな文章を読まして申し訳ないなって送った直後に思ったわ。でも返信見たらみんななんか言ってくれ、そういうこと言ってくれてありがとうみたいなこと書いてくれって、マジやさーと思って。やさすぎん？返信ってすぐ来るん？その時による。全然来ん時もあるし、すぐ来る時もあるかな、分からん。うん、あんま把握してない。いやもうマジでごめんって思ったわ。そんなさ、何をさ、なんか、うわ、うん、そうやな。いやだってさ、仕事終わってさ見るとするやん、休憩中とかに。でさ、仕事めっちゃさ、もうバカみたいに疲れたとするやん。でメール来てさ、うわどんなメールやろうと思って見たら、そんななんかクソみたいなさので、いやお前くらい、なんかアイドルくらい明るく頑張れよみたいな。そんなに、なんか人間、うん、めんどくさ、めんどくさ。なんか語弊が生まれるね、語彙力がないから。わかりますか、なんか仕事とか学校でなんか人間味を感じた後に、アイドルにも人間味を感じて、人間を嫌になりそう。自分やったらなるかもと思った。それだけです。はい、それだけです。わかるかな、わかるかなっていうか、うん、やさ、みんな。二回公演ってやっぱ疲れる。疲れるって思って挑むから、思ったより疲れんってなるめっちゃ疲れるやろうなっていう心構えで行って、実際やって、
あれそうでもなかったってなるやつ。でもめっちゃ筋肉痛なるね。合間は何してるの？何もする時間なかった。こないだはもう1時間後くらいじゃなかった？終わって1時間半後くらいにもう次の公演やから、着替えて、初めの衣装に着替えてメイク直してご飯食べてたかな。みんな知らん。この間の前髪薄いやつ可愛かった。嬉しい。でも結構ね、好評やったな。今何時ですか？そうミカの22時までしか配信できんのや。そうやったわ。今何時ですか？13分。意外と経ってなかった。ありがとうみんな。コールとかやっぱり聞こえたら嬉しい。めっちゃ嬉しいよ。めっちゃ嬉しいよ。コールは嬉しいよマジで。インスタ見て好きになりました。インスタはやってないですよ。最近めっちゃね、握手会とかでインスタやってるって聞かれるんですけど、やってないっすよ。お間違いなくやってないので。明日公演や。明日は公演ですよ。明日はゲロゲロゲロ早起きだ。多分な、分からん。頑張ろう。いや違う、早起きとかのあれじゃないんよ。もう多分寝んから。寝れたら寝る。よし。
クマはいつもある。もう生まれた時からクマがある。なんか骨格的な問題の影、目の下もでもやばいよ、この辺真っ黒。よし、終わる、終わります。13位ふーくん、ふーくん。12位ひーひゃんさん。11位おっくん。10位ガチャピン。9位ゆみるちゃん。8位元気、元気元気さん。7位梅ちゃん。6位末広さん。5位ま。4位まなちゃん。3位けんじさん。2位たかちゃん。1位ゆうくん。ありがとう、みんな、ありがとうございました。はい、ありがとう。おやすみ。はい、さよなら。